はい、おじです。まあ、順番ひっくり返るとも、ここがね、先頭に来ると思います。以前、宇治田原製茶の楽天モバイル、半額でね、すごい安い、たっぷり1キロ5,940円、ね、1万1000円いくらのお茶があってことで、まあ、新茶だよってことなんで、いやー、これ安いんじゃないのと思って、動画作りました。ね、で、おじいのところでは、新茶ね、前回動画で作ったのが、いつも通販、ね、通販、DM で来てる通販、ね、そこで買ってるのが、これがね、キロ1万2000円なんだよね。こっち1万1000円いくらで、値段変わんないんだけど、同じ深蒸しの新茶直行便なんだけど、こっちはもうめちゃめちゃ香りもいいし、色もね、お茶の色だし、美味しい、すごく、すごい満足なね、美味しいお茶なんだね。で、楽天から届いたんで、開封して飲んだんだけど、お茶っ葉の香りも何にもなければ、お茶っ葉の色もね、比べると、そんなによろしくないっていうね。これが最初に買った方のね、茶葉なんだけどね、これね、もういい、いい香り、お茶のね。今日届いたのは、お茶の香りも何もないし、で、色もね、緑っぽいような色の、まあ、濃い色は出るんだけども、色が時間が経っちゃったような色なんでね、これね。今入れたばっかりよ。で、これで臭いのお薬っぽいような匂いはないからまだいいんだけど、香りもないし味もないし、でも舌べらに苦味なタンニンもないっていうのがね、あるんで、で、これをね、冷静に考えてみると、このお茶って詰め放題のお茶 300g で1,000円ぐらいの詰め放題、ギュ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 やってテープでくれて、で、あれが袋詰めでシーラーすると200グラムぐらいなんで、5袋で5,000円ぐらいっていうと、まあ、こんなもんだよねっていうね、少量も考えると、あのお茶が確かこんな感じだったなと思って、で、楽天のサポートダイヤルに電話して、この1万1,000いくらのお茶がっていうのがね、同じ宇治田原製茶だったら、お茶の値段っていうのがね、そうじゃん。ね。そしたら、もう全然注文番号も聞こうとしないし、もう上に行ってきもしませんみたいな感じでね、お客様のご意見は、すいませんは言わないね、お客様のご意見は上にしちゃいますってね、早く電話聞いたから、なんどこのサポートだと思って、で、今、いつも頼んでる、注文するところのフリーダイヤルがまた電話違ったんで、で、そこに電話して、いつものお姉さんに聞いてみたんだね、いつもの人が出るんで。そしたら、やっぱり楽天さんの方は、ちょっとね、作って置いてて、でも出どころは同じなんでって言うんだよね。でも楽天のサポートは食卿じゃないからって言うんだけど、こうやって言われたんだけどですね、でもそんなに古いもんではね、ないでしょってこう言うからね。で、そしたら、やっぱりお値段がね、差があるのでって言うから、いや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 、この通販のやつも今いくらがいくらでって、元の値段があってちょっと割引があって売ってますよねって。で、楽天で売ってるのも元の値段があって、で、今期間限定でセールでこう安くしてるんでしょって、このお茶の値段って元の値段に比例するんじゃないのってね。だから、そのお客様のね、楽天で注文されたお値段がね、やっぱ安いので、それなりにってね。いや、それはわかるんだけど、でも今回頼んだこれも、キロ1万2000円って書いてある、キロ1万2000円のお茶の半分をね、頼んだわけで、で、今回届いたこれも1万1000円いくらで、約1万2000円弱、同等クラスのものが届いたわけでしょうっていう。だから、この割引は割引で、元の値段の付け方っていうのが違うんじゃないのっていうね。で、古いんじゃないのって言ったら、いや、古くない、今年のでしょって言うから、
じゃあミックスしてませんか？って言ったら、ミックスもしてませんって言うから、あ、そうなんだ、ってね。なので、美味しくないし、香りもしないし、グレードはいくつか頼んだけど、ウジタラシーサでこんなにまずいお茶ないよね、つってね。でもそこまで低いのは注文したことないけど、ちょっとびっくりしたんだね。で、本当ね、お口が肥えてらっしゃるけど、お口が肥えてるんじゃなくて、お茶の値段に比例するので、お茶っぱって。だから1万2000何百円と1万1000何百円だと、もう同じ、その1万円のお茶、キロ1万円のお茶っていうのは、こう一区切りなんだよ。で、1万5000、2万円ぐらいまでの、こう玉露までのシリーズがあって、なんか若草、青臭くなってきながら、その1万円から1万2000円をちょっと超えちゃうと、逆に今度この渋みのいい部分がなくなって、こう甘みと香りが強くなってくるんで、ちょっとなんか違ってきちゃうんだよ。なんかご飯と一緒に食べるのにはちょっとあんま合わなくなってきちゃうというか、ちょっと違っちゃうんだよね。だお茶としてはね、だって1万、普段のガリガブガブ飲んだり、お茶漬けで食べたりするのは、いいところ、キロ1万2000円ぐらいまでに抑えといた方が、色も香りも味も楽しめるっていうね、そういう感じなんだよ、おじいの場合は。若い頃からの基準が、これ末端価格でね。なんでね、今回はね、そうだね、まあ、こっちのね、通販のお姉さんはすごく明るく、すごくね、いいお姉さんなんで、この012006の、この5000番かな、これね、ここのところはね、ものすごくいいお姉さんが出ます、ね。今回注文した楽天の方のサポート代はね、全然ダメだね。ここのダイヤルに出てるお姉さん、いつも同じお姉さん出るんだけど、結構相談乗ってくれるよ。どういう感じが好きですかとか、こういうのが好きですかとかね、今回ちょっと冒険してみたいとか、いつもなんか相談乗ってくれるんでね。まあ明るくてとってもいいお姉さんなんだけどね。そっちで、やっぱりね、こっちで注文していただいた方が、自然で言ってくれたけどね。本当ね、違うみたい。ね。違うみたい。ね。あ、一緒じゃないんだってね。あ、違いますって言うからね。一緒なんだねってね。本当、でも出どころは同じとこなんだけどね。一緒なんだねっていうことで、ね。まあよくわかった。ただね、おじいが一言言いたいのは、注文したね、まあ、楽天さんの方で注文したお茶のお値段がね、安いので、やっぱお値段が違うからっては言われたんだけど、だったら、こっちで1万1000いくらがあって、もともと売りたいお茶の味の価値が、キロ5940円ぐらい、少量込みの値段なんで、だちょうどね、5000円だと思うんだよ、多分5000円だと思う。200g で1000円ぐらいの、詰め放題ぐらいのレベルのお茶なんで、そうやって書いてくれ、それで売ればいいんだよ。おじいがいつもよく買ってた菊川製茶の、一番安いのが詰め放題でね、200g の1000円のやつなんだけど、ね、まずは新茶が出たら、詰め放題ではないのから新茶が出てきて、で、1ヶ月遅れぐらいで詰め放題の方も、ほら、よし始めだからね、新茶が出るよって言いながら売ってくれるんだけど、その詰め放題も新茶って結構粗茶で美味しいんだけど、そうやってね、売ればいいんだよ。新茶のね、粗茶とか詰め放題、お茶とかってやれば、このお値段だったら、ああ、もうここだよねって、多分日本茶飲んでる人だったら、ああ、そうだね、ね、まあ、キロ5000円ぐらいのお茶だねって、こう納得すると思うんだよ。ね、これはね、楽天の場合は、その値段をわざわざ倍の値段をつけて、で、半額ってやって、お得に召し上げて、届いたお茶が、それなりのお茶だったんで、おじいも
キロ5000円6000円のお茶だったら注文しないんで、正直キロ5000円6000円のお茶飲めないわけじゃないけども、やっぱ違うんでね、なのでね、だったら注文したかったっていうね。だこういう売り方やめてくれしてね、紛らしいし、同じような新茶の深蒸しの直送便って名前で売ってるか ら, だからそういうのねやめようよしてね、まあどうして声は届かないけれども、まあそういう商売なんだよ。だから本当ね、その楽天市場では残念な買い物しか、だから本当だから楽天はね、何でもお客を騙すような、だから本当ね嫌いなんだよ楽天のお買い物。ろくなことないね、本当に全くだなんでそうやって売るのかっていうと、やっぱ楽天のもうショッピングモールとしての椅子の低さだと思うよ。マジに捉える割には、なんかあれもこれも全部自分して経費ね、負担で楽天アマゾンみたいにないわけだしね。だからそういうノリでやらないと、そういう場所だからね、お得お得何倍とかっていうそういうのもあるから考えると、もともとの値段高くしてお安く見せかけて、あとポイントの分とかバンバンでやらなきゃならないから、そういうものを乗っけた値段で売らないとね、利益も出ないから、そうするとそれを逆算して考えると値段がすごい納得するんで、ああなるほどなと思ってね。なのでまあ今回のお茶ってそう言われれば 2,3 年前まで普通に買って飲んでたお茶なんでガブ飲みのお茶で、ただもう残りの人生少なくなってきたんで、いやどうせ飲むんだったらお医者さん飲みたいよねって、一回ね、たまにしか飲まないお茶のグレードまで行ったので、それを考えるとね、また下がるとおいってなるけど、まあでもまあ改めて飲むとそこまでひどくはない。ね、本当にすっげえクソまずいお茶って薬臭くて飲めないから、農薬臭くて本当にまずい、とにかくで、そういうのはないからね。ね、でも香りも何もないと、味気もなくて香りもないと美味しいって感じないんだよね。見た目も美味しそうな色じゃないとね。まあそんなわけでね、おじいの高見て楽天で注文しちゃった方いたらね、申し訳ありません本当に。締め放題のお茶レベル、まあそこまでひどくはないんだけど、おじいが言う美味しいお茶とは違います。そんなわけで、本当ね、これね、おじいが本当におすすめするのは、宇治田原製茶の、これね、これ、1キロだったら、1万1280円かな。で、おじい買ったのは、こっちの500グラムの方なんだけど、これが間違いなく美味しいです。すごく美味しい。ね、これおすすめします。で注文するときはね、ここね、ここのフリーダイヤルのね、これね、01200085000番ね、ここに陽気なお姉さんが出るんでね、ここの茶おいしいって聞いたんですってね、で言えばね、全部根掘り葉掘り聞こえてね、で送ってくれっからね。医者で説明してくれるよ。いくら以上ね、コンビニ払いとか代引きとかできますよとかね、ちゃんと丁寧に教えてくれるからね。このお茶はおすすめ、ほんとね。いやお茶はねおいしいものを選びましょうっていうお話でございました。はい、そんなわけでね、ちょっと開封したんだけど、途中までをうんっていうところまでをドッキングしてね、終わります。そんなわけでね、楽天のお茶はトラップがあったっていうことだよね。
まあ、前回の動画消します。ね、宇治田原新社、ね、でも前回の動画は、あれだね、でも、このお茶美味しいけど安いから、つってね、でも、あれか、よくないね、残しておくと楽天で買っちゃうからね、やめましょう。いや、ショックだな。でも1キロ、1キロ約6000円だからね、1キロあったら結構持つんで、まあ、普段飲みのガブ飲みとしては、まあ、悪くないけどもね。複雑な心境だね、ほんとね。はい、終わります。開封した時のドッキングをね、つけて終わります。以上です。もう楽天市場信用しないです。はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、これ案件じゃないよ。おじいがプライベートで飲んでる日本茶、宇治田原新茶ね。去年も今年も動画作ってるんだけど、今年はね、新茶直送便、これね、1キロだと1万2000円だったかな。で、おじいはね、500グラム買ったんだよ。で、送料入れて、500グラムなんで、5000円だかな。6000円か。6000円と送料を足して6000円、しゃべいくらだか500いくらかね、それぐらいで買ったんだよ。1万2000円以上買わないと送料無料にならないから、だったら毎回新しいの来た方がいいよねってことで500頼んだんだよ。だから6000円いくらと送料で、まあ、6500円もしたかしないかで、1ヶ月ぐらい前の動画に残ってますね。で、それが届いてわーして、これ今朝お茶っぱりで、今3杯目なんで、もうあれだけど、それがね、これです。だキロ、ほんとキロ1万2000円のお茶で、まあ、これ1袋ね。これ、まあそんなもんだね。1200円ぐらいか。それで買ったお茶をね、ガバガバ飲んで、もう5本来たけど、今もう3本目開けたんで、とにかくおじい、お茶カパカパ飲むんで、ね。で、今度はちょっと違うと思うけど、たっぷり1キロで、今半額、1万1000いくらが5940円で新茶直送便ってやってて、いや、半額と思って、ダイレクトに買うと損じゃんと思ったけど、まあ、お茶っ葉がどうして違うんだろうなと思って、で、たった今、大和さんが持ってきてくれたので、今からね、開けて、飲み比べをするところです。まあ、飲み比べってこっち出がらしだけど、ちゃんと元が1万2000円に近いお茶なのか、でやっぱりねっていうようなしょぼいとこなのかをね、ちょっとそれを確認しようかなと思っております。これできた。おじいが後で買ったのと同じだ。深蒸し新茶ね。絵のやつがね、下にあるんだよ。去年のやつが。で、新茶瓶はこれじゃなかったんで、来ましたね。これに1キロ250ずつ入ってると思うんだけど。ってことはあれか。ハサミ持ってきてなかった。缶持ってこないと、今のやつを、今 100g だからちっちゃいのに移して、これなら250入るからね、ちょっとお茶移す必要があるな。ちょっとお茶缶持ってこないと。ちょっと失敗したな。ちょっと待ってて、お茶缶持ってくる。足今怪我してるからさ、ちょっと急いで行ってこれないけど、お茶缶持ってくる。いてててててて。
最悪、もう左側はあの足の甲があの痛くてたまらない、この右側膝がなんかさっきからここが痛くなってきて、なんでこんなにあちこち痛くなんだろう。はあ、牛味がね、仕掛けたお茶缶が残ってるんで、これでいいや。こっちの、こっちか、こっち、ちょっと硬いな。こっちの方がいいかな。ね、うん。よし、これ、これに入れよう。これ多分入ると思うから。じゃあ、お茶。ね、後ろの番号がこれね、2287なれ、ね。あのまともに買ったあの一番乗りの新茶で買ったのと今回のはどう違うのか。あかねえじゃん。ん？ちょっとどうやって開けるんだこれ。よいしょ。はい、確か4本って書いてあったんで250ずつです。 100g ずつじゃないね、これで1キロなんで、だからもう250ずつ入ってる段階で、まあ、まあ、あの悪いお茶ではないけど、そんなに高級に扱うようなお茶っぱではないっていうね、うん、そんな感じです。はい。もう、あの、入れ物からして違うね。こっちが値引きがない、あの、1万2000円で売ってたやつね。の 500g で買ったやつ、こっちはね今なら半額ってやつで、 お茶っ葉はうん、いい香り、こんな感じ、うん、いいお茶。さあ今なら半額のお茶、どんなお茶っ葉だ。香りがちょっと薄いな、新茶の割には。こっちはもうふわってすごい来るんだけど、こっちなんか開けた瞬間来ねえな。大丈夫かおい、大丈夫かこれ。これ本当に新茶？なんかね、なんかあの匂いがなんかね変違う、なんかあのほうじ茶みたいな、お茶っぱね、うん、お茶っぱ全然違うね。こっちなんか古いなんかミックスでしょこれ、あのお茶っ葉全然違う。こっちの方がほらちゃんとしたお茶なんだけど、こっち違うよね、うん、まあ色も違うけど、これ新茶っぽくない。ちょっと言ってる、あの古いお茶をあれじゃないの、いいって、なんかお茶からしてちょっとウーロン茶っぽいっていうか発酵してるっていうか、だってあの違うよ。全然あの全然違うよ。あのお茶の部位も違うけど、こっち荒茶みたいになってるけど、これね全然こっちが本当新茶なんだけど、これちょっとごまかしてないこれ。うん。わあ、これは安物買いのあれになっちゃったかな。でも開けた、なんか こんなあの鉄管のみたいな匂いのする日本茶買ったことないもん、うん、お茶だけはね自慢じゃないけど、子供の頃からこんな小さい頃からね、おじいちゃんの代からお茶割だったから、あのさすがのおじいも、うん、ちょっとお茶っ葉目いっぱい入れるよ、あのちょっと心配だから。大丈夫これ。
今まで大絶賛してきた宇治田原製茶、これで美味しくなかったらおこだよ。これでまずかったらクレーム入れるよ、ふざけんじゃないよっつって。うん、だってこれがお茶の香りだもん。だってお茶っ葉の香りだもん。これがお茶っ葉だよ。こんななんかウーロン茶みたいな、なんか お茶の匂いじゃないもん。だって古いようなね。でも新茶直送便ってミックスなんじゃないのこれ。こんなんね、お茶っていると紅茶になるんだけど、なんかテカノみたいなんだけどね、国産だな一応。6から8グラムってこれ目いっぱい入れたよ。奇跡だ。本当かこれ。なんかね、まあ、ちょっとまだ暑いな。待てよ、お茶ね温度が大事だからね。いやーなんかね、おじいの人生で本当にちょっとね危機感を感じる。ここでいろんな種類の買って飲んだけど、これね完全もうお茶っ葉バラバラやん。これ統一してほらもう完全ミックスやん。ほらこんなほら、これはいや、お茶だけはね、これあなた怒るよ、これ本当、まずかったら。お茶っぽくないもん。うん、前回、前々回の動画と全然違う。おいおいおい、頼むよ。半額ってそういう、ちゃんとしたお茶をね、そんなね、いきなり新茶で半額で売るっておかしいんだよ、絶対に。いやー、よかったな、本当にちゃんと深蒸しだろうね。まあ、深蒸しは深蒸しなんだろうけど、新茶ミックスじゃねえの、これ。だ普通に考えて、同じね、うん、けど1万いくらで、そんなね、こっちで半額で、今ね、どこだったっけな、昨日も来てたんだよな、ちょっと待って、階段のとこだから、ちょっと待ってて、よいしょ、まだね、どっかあるよ。どっかにポーンと置いたんだよな。どっかね、ちょっと待ってよ。どっかここら辺にポーンって置いたと思うんだよな。どっかにね、ある。捨てちゃってないと思うけど、絶対どっかにある。どこだっけな。昨日だよ、まだ。昨日の今日だからね。あれここで見た、こっち、膝痛いなぁ、つきそう。おかしいなぁ、下じゃないよなぁ、もう下じゃないなぁ。おかしいなぁ。目で持ってきたんですよ、もう。どうしよう。
くりするほど痛い。いやない、おかしいな、どっかにポンって置いて、わーない、おかしいな、絶対どっかにあるはずなんだよな、昨日見たばっかだもんな、まだ封開けてないんだよ封筒。いやー、なくなっちゃった、消えた。あー痛い、もう足が痛くなったけど、あー骨が折れてるから、もう骨粉々になってる多分これ。あー痛い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 、はあ、思いっきりお茶入れて出したお茶。なんかね、蚊が抜けたような、お、あの香りもね、あの色一応深蒸し出るんだけど、色はあんま美味しそうじゃないんだけど、これね、これはね、何にも、なんかね、カビの匂いではないと思うけど、なんか何にもね、お茶の本来のお茶の香りが何にもないんだよ。何これっていうぐらいさ、うん、味何にもないじゃん。まずい安っぽいお茶ってあるじゃん、キロ1000円ぐらいので、ああいうのみたいな、えぐみみたいな変な味はないんだけど、本当にね、香りも何にもないし、味もないし、なんだこれっていうね。で、色もその新しいお茶の緑っぽい茶で、これね、新しくないでしょこれ。俺はちょっとファンだっただけにね、ちょっとこれはね、いやあんまりだよ。これね、おじいの会員番号とかあるから、ちょっとそれであれだな、これはだって安っぽいお茶の相手をね、でもここまで味変わりもないか、これはね、本当に新茶なのかな、これ。だって香りもだって何にもないよ。もうなんかちゃんと、これは絶対におかしいよ、これ。これはね、これ絶対におかしい、これ。これはね、本当におかしいって。これはね、ちょっと電話する、録画はしないけど、ちょっと電話してね、電話する、ちょっと、これはだって、やりきれないもん、なんか騙された気分だもん、これ。ちょっとこれはね、電話一応切るよ、ちょっとね。